はい、どうも、ザッカちゃん。今回は、クリスマスの妖怪ウォッチのキャラ猫を紹介して食べていきたいと思います。まず、箱ですね。箱は、まず最初に、ここに持ち手がありますけど、ここにメリークリスマス書いてありますね。妖怪メダルが覗けるらしいです。見えへん。まあいいや。側面は、まあ、周りはこんな感じです。早速開けていきたいと思います。あと、妖怪メダルの、中に入ってる妖怪メダルの音声確認もしたいと思います。よっしゃー。なんか、プチプチが入ってますよね。おぉ、こうちゃんだね、舐めてね。はい。で、気になるケーキは、こんな感じです。チョコケーキかな？ですね。で、ここにメリークリスマスって書いてて、ここに、ウサピョンとジバニャンがいますね。はい。ロウソクが5本入ってました。はい。で、妖怪メダルが、この、端っこになんかついてますね。この妖怪メダル、イチゴニャンとサンタクロースですね。なんて書いてあるんやろ。今年の終わりって書いてますね。今年の終わり。早速ケーキ開けていきたいと思います。なんかすごい冷たいですね。あ、冷凍されてプレミアムバンダイとか来たらしいですね。お、開いた。なんかへこんでる。ここのくぼみに、この妖怪メダル。これじゃなくてもいいんですけど、何でも刺せるんですけど、妖怪メダルが刺せるようになってます。で、ここに、金色でメリークリスマス書いてますね。はい。じゃあ、まず、これを開けて、飾ってみたいと思います。こんな感じにさせます。いいですね。サンタさんに何頼んだ？太鼓の達人の、最近出たやつ。集めて友達大作戦。僕は、太鼓の達人にね、ハマってるんですよね。それで、よくやってるんで、まあ、頼みました。それでは、火をつけたいと思います。はい。綺麗ですね。まあ、ということで、早速、音声確認をしていきたいと思います。はい。妖怪ウォッチ U でしか対応してません。ゼロ式、デラックス妖怪ウォッチは対応してません。で、妖怪ウォッチ U のを持ってても、中の SD カードを更新させなきゃいけないんですね。だから、更新させたら歌が聞けるんですけども、更新をしてなかったら、まあ、音声は聞けません。はい、ということで、バージョンアップしたので、早速、音声確認やっていきたいと思います。音声はこんな感じでした。まあクリスマス気分が味わえるのでいいと思います。ということで早速食べていきたいと思います。こんな感じで目が動きます。はい、じゃあ食べてみたいと思います。あ、中に薄いなんかチョコレートというかなんかパリパリしてるチョコレート。まあ、中にちょっと薄いチョコレートが入ってて、クリーミーで美味しいですね。はい。美味しいです。ということで、今回は、妖怪ウォッチのキャラデコを紹介しました。はい。ということで、今回はここら辺で終わりたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。